このお話とある若い女性の方から聞かせていただいたお話なんですよその方はですね今21歳なんですけども、まあ、ありがたいものでよくあのアミのライブに来てくださってる方なんですけどもご両親とですねお兄さんと一軒家でですね今も暮らしておられるんですよね 二階建てなんですけども、基本的には、えー、自分の部屋があるので、そこで過ごしてるそうなんですよね。先日も、まあ、ちょっとお出かけしてたもんで、帰ってきたのが夜中の12時過ぎぐらいだったそうなんですけども、まあ、ご家族は寝静まった状態、真っ暗な状態で家に帰ってきまして、で、そのまま二階に上がり、自分の部屋に入ったんですよね。眠くなるまで何しようかななんて思った時に、まあ、階段が好きなもので、パソコン立ち上げましてですね、 階段の動画を見始めたそうなんですよね部屋の電気真っ暗にした状態で見てたので雰囲気もすごい良かったらしいんですよそのままですね真っ暗の中階段だけが部屋の中に聞こえてるそんな状態画面じーっと見てるとですねシーンとした中でパソコンから階段が聞こえてるそんな時にですね自分の部屋の入り口ドアをですね廊下の方からコン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 ってされたんです ああ誰か来たたなっって思ったんですよね。その頃にはね夜中の2時ぐらいだったんですけどもこの家っていうのがですね、まあ、お父さんもお母さんもみんな他の人の部屋に入る時には、まあ、ノックをちゃんとするっていうのが、まあ、ルールってことじゃないですけど割とね当たり前のように行われていたのでこんな夜中の2時に誰来たんだろうななんて思いながらなんとなく意識をそっちに向けてるんですよね入ってこないんであれって思ってると コンコン、されるんですよね。階段動画を見ながらも、なんだよ、入ってくりゃいいのに、開けりゃいいのに。そんな風に思いながら、なんとなくめんどくさいながら、立ち上がってドアの方まで行ってガチャって開けると、誰もいなかったんですよね。真っ暗な廊下なんで、他に誰もいない、シーンとしてる。あれおかしいな。ノックされたと思ったけどな。あれ、はっきり聞こえたけどな。そんな風に思って、で、そのまま、 アをバタンと閉めると、またテーブルの方まで行って座ってパソコンを見たんですけども、その時気づいたんですよね。音が止まってるんですよ。あれと思ってパソコン画面見ると、画面がフリーズしてる状態なんですよね。階段を喋ってる人の顔が、喋ってる途中の口が開いた状態で、はーって止まってるんですよね。その状態で、シーンとしてる。あー、止まっちゃった。え,え、フリーズしちゃった。どうしようなんて思ってると、 画面がフリーズして、無音の、そのシーンとした部屋の中で、そのパソコン画面から、画面は動いてないんですけども、音だけが、ああ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  言ってるんですよ、ね、シーンとした部屋の中でそれが突然聞こえたもんでちょっとビグッとして「うわっ!」て思ってるとそのまま画面がプスンと真っ暗になってしまったんですよ「うわどうしよう」と真っ暗になっちゃったななんて思ってるとそのまま電源落ちちゃったんですよね電源ボタンがねキーボードのところにあるんですけどもそこのすぐ横のですね、まあ、ちっちゃなランプがあるんですけど電源落ちるとそのランプが消えちゃうんですよね なので、ああ、電源落ちちゃったなっていうのは一目見てわかるんです。画面も真っ暗な状態。それにランプもついてない。部屋の電気をつけてなかったもんで、そうなってくると部屋の中が真っ暗になるんですよね。電源のついてないその状態で、シーンとしたその部屋の中で、パソコンから、ああ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 あ もうさすがにそれにはびっくりしちゃって同じ2階にですねお兄ちゃんの部屋があるので駆け込んでですね一緒に自分の部屋に来てもらったんですけどもその頃には音は止んでまして意を消してパソコンの電源ボタンを押すと普通に起動したそうですこれもしかしたら階段聞いてたからなのかなってやっぱり考えちゃうそうなんですよねその時聞いてた階段というのが YouTube の 怪談アミーゴ。僕が数日前にアップした、えー、内容としては、交通事故で跳ねてしまったのに、その相手がその後、すごい怖いことになってしまうという内容の怪談でした。あの話自体も確かに怖かったんですけども、もしかしたらそれが関係してるのか、何か影響があったのかと思うと、またちょっと怖くなったなという、そんなお話を聞かせてもらいました。